バーズムはバルグビーケネスによるブラックメタルアンビエントのプロジェクトバンド。1988年から前身のプロジェクトの下、楽曲の作成を始めているが、音源自体は現在の名前に改名後のファーストでも、バーズムが最初にレコーディングされた作品となる。バンド名は JRR トールキンの指輪物語に登場する国、モルドールにおける暗黒語で、 闇を意味する、バーズに、複数形の設備ジウムを足したものである。バーズムの活動の中で、ビーケネスは、カウント、グリッシュネックと名乗っていたが、グリッシュネックは、指輪物語に登場する多くの名、グリッシュのァグリッシュネックから取られている。またカウントは一般には、白尺の意だが、バーグ自身の主張によれば、語源である、ラテン語のゴンツを意識しているという。 このプロジェクトバンドは、ノルウェーの初期ブラックメタルシーンで活動し、ブラックメタルにおいて、最も影響力のあるバンドの一つとなった。ビーケネスは、1992年1月から1993年3月の間に、最初のアルバム4枚分の楽曲をレコーディングしている。しかし、これらすべてがリリースされるまでには、かなりの時間を要することになった。 1994年5月、ビーケネスは、メーヘムのギタリストユーロニモスの殺人や、境界放火3件などの罪で、懲役21年の判決を受けた。この判決による、服役中に、ビーケネスが小型のシンセサイザーしか持ち込みを許可されなかったことから、2枚のダークアンビエントアルバムをレコーディングしている。2009年に、 ビーケネスが出所した後は、3枚のブラックメタルのアルバムとアンビエント、エレクトロニックアルバムをリリースしている。ビーケネスは、ナチズムの信奉者として有名で、民族主義的色彩の強いゲルマン異教思想の一種で、あるワタニズムやオダリズムの信奉者でもあるが、バーズムで扱うテーマはのっぱら、指輪物語と北欧神話からヒントを得ており、ビーケネスは、バーズムを、 政治、宗教的信条の宣伝としては使っていない。また、バーグは、メタル、ひいてはロックが、黒人音楽にルーツを持つことを、否定的に捉えているが、メタル自体に対しての否定はしていない。バーズムは、全身のバンドとレコーディング時のサポートメンバーを除けば、ビーケネス以外のメンバーが在籍したことはなく、今までに一度もライブを行ったことはない。 ビーケネス自身もライブを行うことには興味がないと発言している。バーズムの前身、カラシニコフ、ウルクハイにおいてはベーシストとドラマーが在籍していたことがある。ビーケネスの経歴などについてはバルグビーケネスを参照ビーケネスは1988年にカラシニコフというバンドをビーケネスに加えて ベーシストとドラマーの3名で結成し、音楽活動を開始している。このバンド名は、ビーケネスの好きなアサルトライフル AK-47 の愛称から取られている。このバンドは、すぐにウルクハイというバンド名に変更された。こちらのバンド名は JRR トールキンの、指輪物語に登場するアジン主の名前から取られた。 こちらにも引き続き2名のメンバーが参加していたが、ウルクハイは徐々にリハーサルすら行うことはなくなっていたようである。1990年から1991年にかけて、ビーケネスはギタリストとしてデスメタルバンドオールドフューネラルに参加。この時期にウルクハイも活動を休止となっている。同バンドには後にイモータルを結成するメンバーがいた。 ビーケネスはオールドフューネラルの EP デバウアードカーカスに参加するが1991年に脱退した。脱退を機にウルクハイをバーズムに変更して活動を本格化させる。この時点でバーズムはソロプロジェクトバンドとなっている。日本のデモテープのレコーディングから間もなくビーケネスはノルウェーのブラックメタルシーンとのつながりを深めていく。 この2枚のデモがメイヘムのオイスタイニューロニモス、オーシェトから注目され、オーシェトが立ち上げた、レコードレーベルデスライク・サイレンス・プロダクションと契約を結ぶ。契約から間もなく、ビーケネスは、セルフタイトルアルバム、バーズムをレコーディングしている。ビーケネスのウェブサイトに掲載されている自伝によれば、ビーケネスは、可能な限りひどい音質でレコーディングすることを、目論んでいた。もっとも、 ファーストアルバムは聞くにこらえうる音質になっている。バーズムのデビューアルバムは1992年にデス・ライク・サイレンス・プロダクションからリリースされた。収録曲のうち、ウォーではユーロニモスがリードギターを演奏している。ビーケネスはバーズムでは一度もライブ活動を行ったことはないと述べているが、一時期ライブにも興味を持っていたとされる。そのため、 短期間ながら、エンペラーのサモスがベーシストとしてバーズムに参加したことがある。結局、サモスはファースト EP、アスクの2曲に参加したのみであった。また、エリック・ランスロットがドラマーとして一時期、バーズムにセッションとして参加したとされるが、結局バーズムの音源には一切参加せず、サモスと、 同じくライブも行われていないため、一切バーズムの音源に関わっていない。その後、ビーケネスがライブで演奏することに興味を失ってからは、彼はセッションミュージシャンを必要としなくなった。そのため、サモスとランスロットは間もなくバーズムから離れている。この時期にはユーロニモスとの関係が悪化し、ビーケネスはデスライクサイレンスプロダクションを離脱。 自主レーベルシモフェンプロダクションを設立している。1993年には、前年に、レコーディングされた、セカンドアルバム、デッドソン・エンガン・バーを、同レーベルからリリースした。1993年8月10日、ビーケネスは、ユーロニモスを刺殺。8月19日に警察に逮捕された。結局、 ビーケネスはこの殺人に加えて数件の境界放火などで起訴されている。ビーケネスに判決が下る。前日の1994年5月15日、バーズムのサードアルバム、ベスリセットタールオスがリリースされた。同アルバムの音源自体は1992年にレコーディングされていたものである。ビーケネスの服役中、バーズムはフォースアルバム。 フィールセフェムを1996年1月1日にリリースしている。同アルバムの音源は1993年3月に録音されている。この音源はビーケネスが刑務所に収監される前に録音された最後の音源である。また、1995年にはデスライク・サイレンス・プロダクションからリリースされたファーストアルバムバーズムと ファースト EP、アスクをカップリングしたコンピレーションアルバム、バーズム、アスクをリリースしている。獄中で、ビーケネスはダークアンビエントアルバムを2枚分録音しており、バーズム名義で1997年にフィフスアルバム、ダウシーバルダス、1999年にシックスアルバム、リトシュジャフをリリースしている。ビーケネスが逮捕された後に、リリースされた音源は、 ティツヤーナ・ストゥーピアによってバーズムの音源をリリースするために立ち上げられたミサントロピーレコードからリリースされている。1998年にはそれまでのバーズムの音源を収めたピクチャーディスクボックスセット1992から1997がリリースされている。ただし、フォースアルバムフィールセフェムの楽曲ラントグイングエーブイデントランセンダンテールイジェンヘタインズ スタートは曲の長さが原因で収録されていない。同様の原因でミサントロピーレコードからリリースされたフィールセフェムのレコード版では1曲目から4曲目と6曲目が表面に収録され5曲目のラントグイングエ v ブイデントランセンダントールイジェンヘタインズスタートが裏面に収録される形式となっている2000年オフィシャルサイトを通じて バーズムの活動停止を宣言した。ビーケネスは2009年に釈放された。釈放されてから間もなく、ビーケネスは、バーズムの新しい楽曲の作成を始めている。ビーケネスによれば、いくつかのレコード会社が、バーズム11年ぶりの新作アルバムのリリースに、興味を示したという。この新アルバムはもともと、電波バイト・牛電とタイトルされていたが、 最終的にバルースに変更された。同アルバムはビーケネスの自主レーベルベロボーグプロダクションから2010年3月8日にリリースされた。レコード会社のベロボーグとはロシア語のの転写で白き神を意味する言葉である。また同年中にバルグビーケネスの1990年代初頭の人生を題材にした映画が公開されるとアナウンスされた。 この映画は、主に、ブラックメタルの血塗られた歴史からインスピレーションを受けて、おり、同盟で作成されるとされていた。ビーケネスは、この映画にも、ベースとなるとされた映画にも、軽蔑の意を示している。2011年3月7日に、エースアルバム、フォールンをリリース。さらに、同年11月28日には、ファーストアルバム、バーズムから、セカンドアルバム、 デッドソン・エンガンバーまでの楽曲をリレコーディングしたコンピレーションアルバムフロム・ザ・デプス・オブ・ダークネスをリリースしている。翌2012年3月にはナインス・アルバムウム・シップ・タールをリリースした。さらに、同年5月には1999年以降で初となるエレクトロニックアンビエント・アルバムソル・アウス・テンマーニ・ベスタンをリリースしている。 同年4月27日、バックツーザーシャドウズとタイトルされた楽曲が、ビーケネスの公式 YouTube チャンネルに投稿された。ブログの記事において、ビーケネスはこの、バックツーザーシャドウズが、バーズムとしてリリースする最後のブラックメタルの楽曲となると述べている。2014年6月2日、11スアルバム、ザウェイズ・オブ・ヨレをリリースした。 ベスリセットタールオスのジャケットに用いられたテオドール、キッテルセン、ファティグマニン、フィールセフェムのジャケットに用いられたテオドールキッテルセン、オーパスアンダーフィエルダットトーナーイエ n ルール、フォールンのジャケットに用いられたウィリアム・アドルフ・ブグロー。エリギー、ウムシップタールのジャケットに用いられたペーテル・ニ・コライ、アルボ、NTT いわゆる、デス性とはまた異なるアメキチラス、ボーカル、極度にノイズが、 ノリオンが割れた、ギター、同じフレーズの反復、北欧神話をモチーフとした歌詞などからなる、独自の世界観を築き上げており、現在でも世界中に根強いファンを持っている。歌というよりは、嘆き、泣きながらの絶叫といったボーカルである。途中何の歪みのない声で、ボソリとつぶやいたり、ウォー、と、気だるそうな声で歌っているが、いずれにせよとても暗い曲調である。 生々しく物騒で、うつうつとした世界が読み取れる。フォースアルバム、フィールセフェムでは、ボーカルや、ギターの歪みが、とても強く、ファースト、サードアルバムとはまた雰囲気の違う仕上がりとなっている。だが、放題が、絶望論というのも頷けるほど暗く、絶望的な心情を読み取ることができる。ファーストアルバムのように、意図的に音質を悪くし、 不気味で生々しく過激なブラックメタルをプリミティブブラックメタルとも呼ぶことがある。また、絶望的でリアルな精神病の世界を表した音楽をデプレッシブブラックメタルということもある。このような、鬱な音楽のジャンルを確立したのがバーズムと言っても過言ではないだろう。バルグが刑務所に収監された後に録音された後期の2枚のアルバムは完全なアンビエントアルバムとなっている。 これは、刑務所の独房内に楽器の持ち込みを禁止され、小型のシンセサイザーの使用のみ許されたためである。とはいえ、東国前に制作されたアルバム、フィールセフェムの全6曲中の後半3曲もシンセを多用したインスト曲で構成されており、仮にユーロニモスの殺人がなかったとしても、同じような方向性に向かった可能性が高い。 再始動後のバルースではシンセサイザーによるインストゥルメンタル曲はなく初期の作風に回帰している。ただ、ボーカルはダークスローンのトランスルベニアンハンガーのようになっており典型的なプリミティブブラックメタルになっている。どのアルバムにも共通して言えるのはシンプルなフレーズを何度も繰り返すことだろう。また、アルバムのディスクジャケットには 著名な画家の絵が用いられていることが多い。セカンドアルバムとサードアルバムの日本版はトイズファクトリーより発売されていたが、現在は廃版になっており、入手は困難である。ただし、後に輸入版に帯、ライナーノーツを付けた日本国内仕様のものがディスクユニオンから発売されており、そちらの入手は容易である。バルグは90年頃によく聴いていた音楽として、 パラダイスロストの89年リリースのデモテープと、バソリーのハンマーハートやブラッド、ファイア、です。オールドフューネラルのアブダクション・オブ・リムズ、ペスティランスを挙げている。92年頃からは、デッドカンダンスのウィズ・イン・ザ・レルム・オブ、エーダイイング・サンなども聴いていたという。一方で、しばしば影響が指摘されるベノムはバーズムを始めるまで、聴いたことすらなかったと述べている。 a b c d e f ビッキネス、バーグエバーズムストーリーパートアイ、バーズム .org, 2013年5月25日閲覧原文ママ正確なラテン語はカムズコミッテス。マイケル・モイニファ・ニハンディードリック・ソーデイ・リンドブラック・メタル・の血塗られた、歴史、島田洋子役、メディア総合研究所、2008年。 サム、メタル、エーヘッドバンガーズ・ジャーニー、カナダ・ハット、グレーブン、アングラー・アンジェンティング・モガソネット、ドッグ・ブラー・ダット、ノー。ドッグ・ブラー・ダット、ナンバー2013年5月25日閲覧。バーズム・ディスコグラフィー、オフィシャル・リリーシズ、バルース2010。バーズム・ドット・オ・ア・リジ、2013年5月25日、閲覧。ビッキネス、バーグ、バーグビッキネス・ウェーバーズム・ストーリー。 パート12バルースバーズム .org 2013年5月25日閲覧ビッキネスバーグバーグビッキネスザロードオブライズパート6ザローズオブカオスムービーバーズム .org 2013年5月25日閲覧バーズムディスコグラフィーオフィシャルリリーシズフォールン2011 バーズム .org2013 年5月25日閲覧バーズムバーグビッキネスニュースアップデーツバーズム .org2012 年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年5月25日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ v=z8tub づくすこよ m h a m t h t t p t r i a n p e r s p e c t i v e c o m 2 0 1 3 0 4 3 0 s h a d o w s o f t h e m i n d h t t p w w w v a z s m o r g e n g l i s h l i b r a r y a b a r s m s t o r y b a y 1 s h t m l ありがとうございます。